はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、ということで、明日はメンテ日ということで、本日メンテ前最終日ということで、メンテ前日忘れ物チェックコーナーということで、はい、本日最終日のガチャだったりイベントがあるので、やり忘れがないか一緒に見ていきましょう。はい、まずは UR アバター1000の送信ちゃんですね。はい、まあ、昨日ちょうど送信ちゃんを主人公にした動画作ってアップしていますが、はい、もうこのキャラクターはなんといっても発動するたびに火力が上がっていくスキル1の範囲攻撃ですね。はい、最大で 5400% まで火力が伸びて、その上で箱をばらまきながら攻撃していくことができるってことで、まあ箱は確率での付与になってしまうので、まあ 100% 付与みたいな安定付与ができるキャラクターではないんですが、まあ、逆に筋力値勝負だとか、敵の HP が 50% より高ければみたいな条件がない分、まあ格上相手にも一定の確率で付与することができるっていうのはメリットでもありますね。はい、でさらにスキル1攻撃後に外状態に入ることができて、これによって耐久力がかなり高くなるキャラクターで、で復活持ちと、でさらにスキル2では攻撃後に与えたダメージの 60% 分 HP 回復もできるということで、はい、耐久力の鬼のようなキャラクターですね。でしかもスキル2では流血もばらまくことができるということで、まあ、最近白鬼の嫁化が実装されましたが、あの白鬼の白バフ一ターン減少のスキルがかなり注目されていて、まあ、上杉謙信みたいにスキル発動後に狂乱化するキャラクター何名かいると思うんですが、まあ、そういったキャラクターにこの送信で雷害をつけておいてめまいをお返ししておくことで、まあ、狂乱化するもののめまい付きというような状態を作ることができて、でその状態で白鬼でその狂乱の単数一旦減らしておいて残り一旦とかにしておくことができれば、次の相手のスキル2ですね、狂乱状態でスキル2打ちたいのがめまいのせいで一旦動けなくなって、その間に狂乱が解けてしまうみたいな、はい、まあ、最新の白鬼みたいなキャラクターと雷害が結構いい感じのコンボが作ることができて、はい、私の中では今雷害っていうバフが少し評価上がってる感じですね。でしかもスキル2の流血っていうデバフに関しても HP 回復を阻害することができるので、白鬼のパッシブ反射なんかと相性がいいみたいな感じで、で白鬼撃砕ばらまくのに対して送信は箱をばらまくみたいな感じで、結構綺麗なコンボが揃ってるんですよね。で白鬼も復活ができるので、お互いに長期戦が得意なキャラクターで、で送信は長期戦になればなるほど火力がアップしていくというようなところで、なかなか面白い2人組だなと個人的には思ってます。まあ送信ちゃんナタと同じく、これなんて言うんですかね、この前掛けスタイルなんですが、なぜかナタより引きつけられるものがあるんですよね。多分同じ気持ちの人多いんじゃないですかね。まあ水拳やってたりして、まあ中国の歴史を感じさせるようなキャラクターなんですが、よく見ると後ろに普通にマンション建ってるんですよね。まさかの送信ちゃん現代の子なんですよね。はい、水拳習いに来てる女子高生なんで、そういうところもね、なんか親近感湧きますよね。はい、ということで本日送信ガチャ最終日ですが、まあ特に奥義とかもUR、 そして UR 戦ですね、はい、ないので、まあ、将来登用する予定の人は本日まで無料絆分回した後、確定絆枠まで回す形で、まあ、それ以外の取る予定がない人は原本節約のために見送りでいいと思います。はい、そして UR アバターの顔料文集も本日最終日ですね。はい、ちなみに赤い髪の方が顔料ちゃんで、青い髪の方が文集ちゃんですね。まあ、ボディペインティングにも名前が書いてあるので、おそらく自分の名前を書いてるのかなと思ってます。はい、でこの顔料文集に関しては登用するのに絆が2倍かかるんですが、まあ、その分ボイスも2人分しっかり違う声優さん使っていて、はいはい、どうしたの？ん？頭撫でてくれるの？こんな感じでちゃんと声違うんですよね。顔料ちゃんの方がやや明るい声になってて、文秋ちゃんの方がやや落ち着いた声になってるんですが、これもし運営さん見てたら修正入れてもらいたいなと思うのが、はい、ちょっとこっちのタップボイス聞いてみてください。ふふん、もっと触っちゃう？私実は胸も鍛えてるよ。はい、逆になっちゃってるんですよね。ここはぜひ修正をお願いします。あとそろそろ UR 戦アバもお願いします。はい、顔料文集に関しても UR の方は特に奥義はなく、 SSR の方は、はい、結構防御力奥義だとか、まあ、筋力奥義、HP 奥義なんかに絡んでいるんで、なかなか優秀なんですが、まあ原本を使ってガチャで回さず、今月の新章交換や紅翡翠で獲得することができるので、まあ、顔料文集ガチャ自体は特に絆原本を使って貯めずに見送りでいいと思います。はい、そして本日仮想の集いガチャも最終日ですね。はい、ラインナップメンバーとしては弁士法政甲虫法徳巨長となっていますが、はい、どのキャラクターも2時間まで出てきてしまっているので、もう新章交換とかにも最近並ばなくなっちゃってるんですよね。まあ弁士なんかは全然見たことないですし、甲虫は2019年以来来ておらず、法政が去年の5月、法徳が去年の6月、巨長が去年の7月と、はい、それを最後に新章交換並んでない形になりますね。はい、なんでまあ今後はこの仮想の集いガチャか SSR セレクトなんかのイベントでゲットするようなキャラクターたちになってきますが、はい、奥義的な優先度としては、まあ弁士に関しては、まあお手軽奥義が2つあるんですが、あまり
強力な奥義ではないので私的には優先度低めで、法政は白鬼と組んだ会心ダメージがアップする奥義があるので、まあ、モガミとかナタとか風魔のコタちゃんとか、まあ、そういったクリティカルダメージを使って戦いをする人はおすすめ度高いですね。で、甲冑に関してはやけどキャラクターっていうのがまずあって、まあ、ボス戦なんか序盤を急いで進めたい人は甲冑っていう選択肢あるんですが、まあ、後半あまり使わなくなっちゃうかなっていうところで、まあ、奥義目線で言うと、まあ、命中奥義に絡んでいるっていうところですね。はい、ただ命中奥義の中に太子寺がいたりして無課金の人にはおすすめできないですね。はい、まあ、こっちの長雲と絡んだ奥義の方は狙いに行きたいので、とはいうものの甲冑もまあまあの優先度高めなキャラクターになりますが、で、宝徳に関しても先ほどの甲冑と同じ奥義、それと東卓と組んだ防御力奥義、ラキスタに並んでゲットしやすいキャラクターと組んだ防御力奥義、はい、なんかと絡んでるので、このキャラクターも奥義優秀で、まあ、防御寄りの奥義たくさん解放できるので、まあ、コブループなんかで耐久面のせいでボス突破できなくなってきてるような人にはなかなか熱い奥義ですね。で、最後巨長なんですが、巨長に関しては、はい、SSR の奥義としても砲術防御だったり HP が上がる奥義、ラキスタで並ぶ猛核なんかと組んだ HP が上がる奥義と、はい、SSR だけで組んだこれまた HP が上がる奥義ってことで、だいぶ HP に絡んだ奥義ってことで巨長の優先度私的には結構高いですね。まあ、先ほどコブループの耐久面の話しましたが、防御力上げるっていうのも手ですが、 HP 上げちゃうのも一つの解決策になるので、で HP 上げとけば、まあ、今流行りの防御無視連撃なんかにも抗いやすくなるので、でしかも巨長は UR も奥義があって、はい、ここでも HP とあと防御力が上がる奥義を解放することができて、で中身も馬長っていう、まあ、みんなが持ってるキャラクター、はい、そして超高名、これもみんな取りいきますね。で、あと帝風の UR1000、はい、これも、まあ、投与さえしてしまえばコスパがかからないキャラクターなんで、まあ、美課金の人なんかでも最終的に狙いに行ってもいいような二次キャラクターになっていて、まあ、あと猛核の二次だけがちょっとネックにはなってくるんですが、はい、美課金でも割とモチベーションの上がる奥義になっていて、はい、今表示しているこのアカウント美課金編なんですが、はい、今回は私はこの巨長ですね、最終日に確定絆枠まで回してちょびちょび絆貯めていきたいと思ってます。はい、ということで更新情報を見ていきましょう。まずは宗神、百花美人ですね。はい、宗神に関してはラキスタガチャにも並ぶ曹操と SSR3 体で作る防御力系奥義だったり、ウキンと2人で作るお手軽防御系奥義というように、奥義の中でも耐久重視の特に物理防御系ですねの奥義が充実しているキャラクターになります。まあ、このウキンと組んだ奥義なんかはウキンも百花美人によく並ぶので、はい、百花美人だけで完結できる奥義になっていてかなりお手軽なので、まあ、宗神は定期的に百花美人今のところ並んできてくれているので、はい、のんびり絆集めていきましょう。はい、そして課金イベントですね。ほい、お、縁結びパックが来るってことは結婚イベント来ますね。はい、またこれ後で何のキャラクターが結婚イベント並んでいくのか一緒に見ていきましょう。はい、それでこの縁結びパック大と小、まあ、3000元宝とマスミの心を集めるためのガチャ、まあ、30回分で、小の方がその半分ですね、1500と15っていう風になってるんですが、はい、これの課金効率的には、はい、大の方が今の量で12000、小の方が6100円とするんですが、はい、課金効率的には1円あたり大の方が1元宝、小の方が0.98 元宝ということで、台の方が若干ですが課金効率が良くなってます。で、まあ累計チャージでもらえる報酬なんかも含めると1円あたり 1.5 元宝の価値ということで、他の課金イベントと比較すると、はい、例えば、はい、これ先ほど言い忘れてましたが本日最終日の一丁遺跡、はい、このイベントで 40% という底引きが出た時の課金効率が1円あたり 1.06 元宝、累計チャージ含めて考えると 1.66 元宝ということで、一丁遺跡の底引きよりこの縁結びパック台ですね課金効率悪くなっているので、まあ、もし明日の結婚キャラクターガチャ回しに行く可能性がある人は、はい、一丁遺跡本日最終日なので、まあ、ここの割合を利用して元宝を購入していった方がややお得になりますね。はい、計算ミスあるかもしれないので、ご購入の際は自己責任のもと再度ご自身でも計算してみてご判断ください。はい、そして金塊一石肥沃倫理曲水流暢、はい、ここら辺は昔からよく来る課金イベントなので、はい、この動画の概要欄にブログへのリンクがあって、そこでお得かどうかの説明ですねしているので、はい、そちらをご確認ください。はい、そしてはい、水筒強制いきますね。水筒強制に関しては1日600元宝分、まあ、つまり1200円分ですね課金すると、はい、この下に並んでる宝箱をミッションを達成した日数に応じて1日目この元宝、2日目、3日目、4日目、5日目というようにミッション達成日数が増えていけばいくほどより良いアイテムをゲットすることができるイベントになっていて、まあ、特に目玉の5日目の宝箱の中には幸運剣っていうアバターガチャで絆を一気に2倍ゲットできるレアなアイテムと千両育成炭30個、そして萌え姫パックっていうこの上の副賞たちですね。はい、SR の副賞なんです
ですが、これらの副賞普通にはゲットできなくて、ゲットしようと思ったら、はい、ここの限定イベントの下の方にある限定トレジャーですね、はい、ここの限定トレジャーの宝箱を使ってランダムで絆を集めていくっていう風に貯めていかなきゃいけないんですが、これで取ろうと思うとだいたい4000元宝ぐらい、 SR の副賞を取るまでに元宝を消費するっていうのが、まあ今まで私が何回もやってきた中での大体の体感ですね。なんで限定トレジャーで元宝を消費して入手するか、この課金イベントを5日間毎日600元宝分購入して、まあ5日間ってことで合計で3000元宝分なんで6000円ですねの課金をした場合に、必ず1人無料でゲットすることができるので、まあ課金してゲットするかっていう2択になってます。で、特にこの中にいる超春夏っていうキャラクターですね、このキャラクターに関しては先ほどの限定トレジャーのラインナップに並んでいないので、ここでしか入手することができません。まあとは言っても超春夏に関してはスキル性能も SR なんでめちゃくちゃ低いし、奥義に関しても一応まあ解放しやすい奥義はあるんですが、そこまで美味しい奥義ではないので、まあ10課金以上の課金ペースの早い人は狙いに行ってもいいかもしれませんが、美課金の人は先送りしてしまってもいいイベントだと思います。このイベントに関しては別の課金イベントなんかで課金していれば勝手にここの1日600元宝の上限クリアしていくので、まあ5日目まで狙う人以外は特に意識しなくていいイベントなのかなっていうふうに思います。まあ月ギフトが切れそうだとか、まあ軍令イベントが来ただとか、まあタヌキイベントでいい倍率が出たとか、まあそういった機会が重なった時に5日目まで挑戦していけばいいのかなっていうふうに個人的には思いますね。はい、そしてラキスタですね。はい、ラキスタは芝生関羽真田幸村が一斉に登場ということで、はい、一人一人見ていきましょう。はい、今回のラキスタラインナップで、はい、一番優先度高そうなのはこの関羽ですね。はい、まあ超運っていう、まあこれまたラキスタで優先順位が高いキャラクターと組んだ攻撃力 6% と HP 上限 10% アップの奥義、上の HP 上限 8% と HP 最大回復率っていう、自分のターンを迎えるごとに HP が自動回復する珍しい奥義ですね、 2%。 はい、この奥義に関しても劉備っていう、まあ現環境最適解でゲームを進めていく上では必須のキャラクターと組んだ奥義になっていて、解放しやすい奥義ということで、はい、その他にも体力系奥義にも結構絡んでいたりして、はい、SSR なんかと組んで割とお手軽に解放できる奥義になっているので、まあ、多くのプレイヤーにとっておすすめ度が高いキャラクターはこのカウンになってます。はい、でこの芝章に関しても奥義的には取りやすい奥義で、はい、芝章と文王と加工派で組んだ HP 上限プラス 7% の奥義があって、はい、これが結構お手軽に解放できる奥義になっているので、まあ、先ほどの関羽の奥義見返してみてもらうと、張飛っていうキャラクターとラインナップ一緒に組んでいる奥義が2つあって、はい、張飛が並ぶ時の一緒に並ぶ UR キャラクターラキスタだと装飾っていうキャラクターが並ぶんですが、このキャラクターがめちゃくちゃ優先度の高いキャラクターなんで、はい、張飛が若干ボトルネックになるんですね。はい、そういう意味では先に芝章を取ってしまって HP 上限 7% だけ解放してしまうっていうのも、はい、戦略としてはありですね。はい、まあ、ここから先は、まあ、関羽取るか芝生を取るかそれぞれ考えてみてください。はい、で最後に真田幸村ですが、幸村に関しては奥義的には、はい、解放しやすいお手軽な奥義は一つもありません。その代わりこのキャラクター結婚アバまで実装されていて、はい、その結婚アバの対人性能が、まあ、放置少女トップ10の中でもかなり上位の方に入るようなキャラクターになっていて、特に対人ですね、めちゃくちゃ強いキャラクターになっているので、はい、奥義ではなくてキャラ性能で狙いに行きたいのであれば、この真田幸村一行の余地ありですね。はい、でラキスタに関してはこんな感じで、次来る芝生を関羽真田幸村の後は猛角長宝北条氏康というように、はい、運営さんの方で並ぶラインナップとそのタイミングが全部決まっているので、今回並んでまた次回並ぶまでに大体3ヶ月ぐらいあれば再びガチャに並んでくれるので、焦ってガチャ回そうとせず、はい、最終日まで無料枠分で絆を引いておいて、最終日に一気に確定絆枠ですねまでガチャ回していって、はい、総称の絆を取りに行くことをお勧めします。はい、無課金美課金の人はこのやり方でちょびちょび絆集めていきましょう。はい、そして夏用の階段劉邦、もうこのキャラクターは UR アバターのキャラクターでまだ二次化していないので、今回はとりあえず見送りでいいと思います。はい、そして妖精の森、あ、文王来ますか。はい、このキャラクターなかなか優秀なキャラクターで、スキル1は範囲に対して流血をばらまいていって、スキル2の方が攻撃前に狂乱化することで攻撃が必中化、そして確定クリティカル化するので、まあ戦役なんかで確実に攻撃をぶつけに行くことができるっていう、はい、上杉謙信のような優秀な動きをするキャラクターになってます。スキル2の方がその代わり初撃 1200% の攻撃をしていくんですが、その攻撃で敵を撃殺できないとその後の範囲攻撃ができなくなってしまうっていうような仕様になっていて、下手したらスキル2が一般戦闘で敵1名だけの攻撃で終わってしまう可能性があるんですが、はい、火力的には 1200% っていうと、まあ、同じ戦役優秀なキャラクターである上杉謙信の範囲攻撃の火力より、この文王の初撃の 1200% の攻撃の方が、まあ、クリティカルなんかも含めると威力が高いので、まあ、もし初撃文王が倒せないような戦役の敵だったら、上杉謙信も同様に倒しきることができないっていう意味で、はい、上杉謙信が範囲攻撃できるようなステージでは文王もまず範囲攻撃が成功するというような仕様になってます。
まあ、ただその後の範囲攻撃の火力は上杉謙信の方がやや上ということで、今メンバー限定で先行で公開している一般戦闘ランキングですね、はい、この文王も入ってますが、全体で言うと文王一般戦闘のランキング第4位ですね、はい、意外なキャラクターに負けてしまって第4位ですが、まあ、星少女数百種類いるキャラクターの中で今のところ第4位っていう数字になっているので、まあ十分強いですね。はい、まあ、詳しくは過去に分析動画アップしているので、この動画の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらをご覧ください。はい、そしてんこれなんだ、あー結婚イベントのホウトウ、あさっきの縁結びパックホウトウのことだったんですね。はい、このキャラクターも結婚化したことで、今まで死亡時復活の時にしか自身に付与することができなかった特殊状態の翼尾状態ですね、はい、っていうのを開幕からつけられるようになって、スキル1の火力が格段に上がったキャラクターですね。で、まあ、開幕から翼尾状態になれることで、翼尾の能力っていうのが敵の攻撃をダメージカットする性能があって、防御虫攻撃なんかの対応しづらい攻撃に対してもダメージカットができるようになったってことで、でしかも復活ができるキャラクターなんで、防止の割になかなか硬いキャラクター、そして火力もめちゃくちゃ高いキャラクターになったってことで、はい、この前動画にした放置少女トップ10キャラランキングっていう、まあ、放置少女のトップを決めるランキングで、まあ、結婚化するまで名前も上がってなかったフォートですが、結婚化したことによって全体でなんと第8位のポジションまで上ってきて、まあ、上の壊れキャラクターたちに比べるとポイント若干下げますが、準壊れポジションということで、まあ、この前6欠に入ってた毛利元就なんかも抜いて、はい、かなり高位置につけるキャラクターになりましたね、はい、まあ、このキャラクターも過去に分析動画出してますので、この動画の概要欄から気になる方は覗きに行ってください。はい、そして初心者割引、あこれ来ますか、はい、初心者割引っていうのはたまにしか来ない割とお得な課金イベントで、なかなかいい商品が並ぶんですが、今回は UR セレクト、はい、UR の副賞をゲットすることができる課金イベントですね、はい、ラインナップとしては慶華、直江兼次、劉氷、装飾、聴覚で、あと覚醒弾が150個ということで、はい、これを1万2000円で購入することができて、はい、まあ、UR の副賞のゲットの仕方としてはめちゃくちゃお得な課金イベントになってます。はい、で、まあ、この中で副賞的におすすめなキャラクターでいうと直江兼次っていうキャラクターが、まあ、味方と自身に援護をばらまくことで味方の耐久力を上げつつ反射のパーセントを上げることができるんで、今流行りの防御虫連撃キャラクターなんかに対応することができるキャラクターになっていて、もうダントツにおすすめのキャラクターですね。で、その次は装飾っていうキャラクターが体力奥義なんかに絡んでいて、ラキスタなんかのガチャイベントで東洋の優先順位がかなり高いキャラクターになっていますが、まあ、今回のこのメンバー流氷以外全員ラキスタに並ぶキャラクターなんですよね。はい、なんで、まあ時間をかければ安く入手することができるキャラクターということで、まあ、そういう意味でラキスタで入手することができない流氷っていうキャラクターですね。はい、奥義的には UR のコーソンさんラキスタに並ぶキャラクターですね。と組んだ HP 上限 7% アップの奥義としか絡んでませんが、でしかもこの孫権ってキャラクターがめったに来ないのでかなり難しい奥義ですが、ラキスタはどうせ安く取るから UR セレクトの宝箱で取る必要がないっていう人はこの流氷もありかもしれませんね。はい、そして初心者パック大と小が来るっていうことで、はい、まあ初心者ガチャっていう、まあ UR アバター戦のキャラクターがゲットできる課金イベントになってますが、大の方が12,000円、小の方が6,100円で、それぞれ4,000元宝と2,500元宝、はい、そして初心者ガチャのガチャ券ですね、50回分と20連分ということで、まあ、課金効率的には1円あたり 1.33 元宝ということで、大の方が小より課金効率お得になっていて、はい、累計チャージまで含めると 1.83 元宝の価値ということで、はい、これに関しては一朝一夕イベントで最高の 80% が出てきた時より課金効率良くなってますね。まあ、累計チャージまで含めると同じぐらいといったところでしょうか。はい、ということでなかなかお得な課金イベントになってますね。はい、これも計算間違ってるかもしれないので、ご購入の際は再度ご自身で計算してみてください。はい、そしてその他の課金イベントに関しては一個一個見ていきますか。まず瞑想蒸気、60元宝と5時間高速戦闘券2枚を120円で購入することができますが、はい、課金効率的には1円あたり 4.67 元宝の価値ということで、はい、その他の5時間高速戦闘券が入手できる課金イベントと比べるとかなりお得であることがわかると思います。まあ、この節暗軽装という普段から並ぶ課金イベントと同じぐらい課金効率がいいんですが、最近この節暗軽装ですね、5時間高速戦闘券1個しか落とさなくなってしまったので、はい、今となっては1円あたり 3.33 ということで、はい、それに比べたらこの瞑想蒸気かなりお得になりますね。はい、そして合法雷落、はい、180元宝と宝石券100枚が、はい、370円で入手できるイベントになってますが、はい、課金効率としては1円あたり14元宝ということで、その他の宝石券が入手できる課金イベントと比べると、はい、肥沃連理っていう、まあ、しょっちゅう来るこの課金イベントに負けていて、あと雷刀運法っていうこれもまためったに来ない課金イベントに負けているぐらいで、はい、他にはだいたい勝ってますね。はい、これも課金効率かなり良い部類の課金イベントになってます。はい、そして移住移行、はい、1580元宝と副将訓練書4が40個、高級育成弾が100個ということで、はい、これはいいですかね。はい、そして一気に消化、
1580元宝と覚醒炭120個、高級育成炭が100個入手できるイベントになってますが、はい、それが3680円で販売されるということで、はい、課金効率的には1円あたり 1.30 元宝ということで、覚醒炭のイベントであれば軍令だとか、まあ、週刊基金あたりが今トップでお得なイベントになっていて、そこと比べるとだいぶ差がありますね。で、まあ、軍令の方が頻繁にイベントで来てくれるので、まあ、覚醒炭課金して集めるのであれば、まあ、軍令や週刊基金あたりでいいのかなっていうところですかね。まあ一応 1.3 倍の価値はあるので、たぬき割引の8割引きよりは良くて、9割引きよりは悪いぐらいの課金効率になってます。はい、同じく覚醒炭が入手できる幸運移住、はい、元宝6000元宝と覚醒炭200個、高級育成炭300個が入手できますが、先ほどの遺金承継よりさらに落ちて 1.03 ということで、はい、遺金承継の方がおすすめ度は高いですね。はい、まあ価格的には 12,000円ということで、遺金承継よりだいぶ高い課金イベントなんですが、はい、放置少女の場合高い商品の方が課金効率が悪くなるっていうね、普通のマーケットとは違う価値の計算がされていて、まあ、要は高いやつっていうのは覚醒炭なんかが一気に入手することができるので、早くアイテムを集められる代わりに割高になるっていうような見方をしてもらえればいいと思います。はい、なんでまあ時間を使えるのであれば一気に消費の方が安くて、でさらに時間が使えるのであれば軍令とかで課金した方が安くなるっていうような感じですね。はい、そして初心者セレクト、はい、明日から全サーバーに向け初心者セレクトイベントが再開いたします。はい、先ほどの初心者パックでガチャ回せるやつですね。はい、元宝でも回せて、しかも確か割引されてるはずなので、はい、もしここら辺のキャラクターですね、サジとリョフとシバシ、はい、狙ってる方がいたら安くゲットできるチャンスになってます。はい、そして鍛造工房、なんだこれ、鍛造工房、明日のメンテ後新しいイベント鍛造工房を実装させていただきます。あ、新イベント来た、主な産出は鍛造石、いやこれ両イベントなんじゃないか。はい、ちょっと読んでみましたが、これだいぶお得な可能性ありますね。はい、まず普通にガチャを引いていっても一定の確率で鍛造石がドロップしてくれて、でさらに10回で必ず鍛造石が10個も落ちてくれるってことで、はい、で1回300元宝消費で10連ガチャが約3000円っていうことで、おそらく今の新規の祝福っていう鍛造石をゲットするガチャよりお得な可能性高くなりますね。まあ、ちょっとここの一定確率がどのぐらいの確率かっていうのによるので、これは明日メンテ明け後に検証したいと思いますが、お得な匂いがプンプンしますね。でしかも累計で段階報酬がもらえるということで、最大で35回分ガチャ引くことで鍛造石が3つ入手することができるということで、まあ、そこまで引けば鍛造石10個分もらえているってことで、これは鍛造石集めに革命起きたんじゃないですか。はい、そしてイベント中は毎日1回無料ガチャがもらえるということで、この無料ガチャのタイミングで鍛造石がランダムでドロップしてくれるのであれば、無課金なんかにもめちゃくちゃ優しいですね。で鍛造工房がイベントが始まったら新規の祝福イベントが終了するということで、新規の祝福ガチャとバトンタッチで新しく実装されるっぽいですね。いやこれは結構神イベントになるんじゃないですかね。いや最近遊園地スタンプイベントっていう神イベントが出てきて、こっちの鍛造石の方もこのバージョンアップはめちゃくちゃ良くなるんじゃないかと、いやちょっと期待しちゃいますね。いやこれはいいぞ。はい、ということで今回のアップデ情報のメインイベントは副賞ガチャじゃなくて、はい、この鍛造工房ですね。いやこれは専属武器集めるのかなり大変なゲームだったんで、めちゃくちゃでかいですね。はい、なんで明日は副賞分析動画ではなくて、この鍛造工房の検証動画作ってアップしたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録して通知をオンにしていただけると最新情報がすぐに届くようになりますので、通知のオンまでよろしくお願いいたします。あとグッドボタンを押してもらえるとめちゃくちゃやる気が出るので、テケテケ明日検証頑張るってことでグッドボタンを押してもらえると元気が出ます。はい、あと YouTube メンバーシップもやってるので、テケテケのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある URL から覗きに来てくださいね。はい、それでは。おっす。